今日は冒頭発言ありませんのでどうぞ。本日はテレビ朝日でよろしくお願いします。3回目接種の前倒しについて伺います。オミクロン株の流行が懸念される中、岸田総理は来週の所信表明演説で2回目から8ヶ月という原則をできるだけ前倒す方針と報道されています。前倒しの供給に関するファイザーとの交渉の進捗状況について教えてください。またモデルナは年内に薬事承認できそうでしょうか。お願いします。はい、まず新型コロナワクチンの供給に関する交渉についてでございますけれども、誠に恐縮ではありますけれども、企業との間の関係もありまして、その内容の詳細を申し上げることは差し控えたいというふうに思っておりますが、政府として厚生労働省を代表して今必死に交渉をさせていただいているところであります。それからもう一つはあれですね、年内に薬事承認できそうかということでしたね。失礼しました。モデル社のワクチンの追加接種については現在 PMDA で承認審査を進めているところでありまして、これは客観的な薬事の承認審査でありますから、それを待っているところであり、厚生労働省として速やかな承認を目指していきたいというふうに考えております。年内にというふうになります。今私の方から時期を申し上げることではないというふうに思っておりますが、11月10日に申請が出まして、急ぎ作業を進めておりますので、できるだけ速やかな承認を目指していきたいと思っています。もう一点伺います。アドバイザリーボードで秋田長がオミクロン株について今後市中で見つかる可能性も否定できないと述べておられました。国内での体制強化が必要とされていますが、どのように検討していますか。はい、まずちょっと脇田座長が市中で見つかるということをおっしゃったかどうかの確認は今私しておりませんけれども、いずれにしてもオミクロン株についてのウイルスの性状に関する実験的な評価がまだなく、疫学的な評価もまだ行うには十分な情報もないということで、年代別の感染性の影響だとか重篤だとか、ワクチンや治療薬の効果についての影響だとか、それからまた既存株に感染した方が再感染するリスクがどのぐらいあるのか、そうしたことは大変大きな影響があり注視が必要というふうに考えています。でそれを前提にして、オミクロン株の国内での発生動向を感染して、適切に感染防止対策を行っていくことが重要であるということで、具体的には2つ、1つは11月28日に厚生労働省から各都道府県に対しまして、自治体主体で行うゲノム解析、全ゲノム解析について従来お願いしている実施率にとどまらずに、現時点の検査能力を最大限発揮してゲノム解析の実施を要請をしたところです。第2点はこれは12月2日に都道府県に同様に依頼した点でございますが、国立感染症研究所におけるオミクロン株に対応した変異株 PCR 検査の手法の確立に関する検討結果が出ましたので、その結果を踏まえましてデルタ株の検査で用いた L452R 変異株 PCR 検査の陰性を確認することによってスクリーニング検査の実施をしていくということの依頼をしたところでございます。また政府としては水際措置の強化ということで、今申し上げた2つの国内のサーベランス体制の構築とともにオミクロン株への対応にしっかり取り組んでいきたいというふうに考えております。また国立感染研究所からは
個人の基本的な感染予防策としては、これは変異株であっても従来と同様に3密の回避、特にマスクの着用、手洗いなどの徹底が推奨されるという見解を発表しておりまして、引き続き国民の皆様には基本的な感染予防策へのご協力を強く呼びかけてまいりたいと思っています。ありがとうございます。各社さんどうぞ。はい、どうぞ。朝日新聞の村井です。先ほど、今日中京で調査が発表されました。その中では平均回避が 7.6% でしたが、この調査結果は時期が近いでどのような影響を及ぼすのかということをもう一つ伺いたいのと、一方で、10月の衆院選では公明党は夜間の過度な危機性が起こらない仕組みを検討すると公約で掲げていましたが、例年のような大幅な夜間のマイナス回避が可能なのでしょうか。薬価調査の結果については、本日平均乖離率は 7.6% と、昨年と、一昨年と比べても、大きく変わらない数値が発表になっております。市場実勢価格について、しっかり調査された結果が出ているというふうに受け止めておりまして、令和4年度の診療報酬改定にあたっては、今回の結果、そして先日公表されました医療経済実態調査の結果等も踏まえまして、引き続き検討を進めていきたいというふうに思っています。薬価制度については制度の検討もこれも不断なく続けるべきことだというふうに思っていますけれども、今のところ特に制度について何らかのことが決まっているというわけではありません。いずれにしても年末に向けてしっかりと水準の議論をしていきたいというふうに思っています。ありがとうございます。もう一点お伺いしたいのが、介護分野の賃金の引き上げが予定されていますが、この議論いつ始まり、その結論が出るのか、教えていただきたいんですけれども、11月26日に閣議決定された補正予算において、賃上げ効果が今後も引き続き継続される取り組みを行うということを前提として、介護職員について収入のだいたい月 3% 程度の月額9000円を引き上げるための措置を講じて、それも来年の2月から9月まで実施することを盛り込んだところでありまして、その点についてはご指摘の通りです。で、これを今後どういう形で継続的な取り組みにしていくかということは、この介護報酬で対応するかどうかも含めて、来年10月以降の取り扱いについては、まずは公的価格評価検討委員会の議論も参考にしながら、年末の予算編成過程で決定するということになります。仮に介護報酬で対応することとする場合にも、具体的な要件等については年明け以降に社会保障審議会、介護給付費分科会でご議論いただくことになりますが、まずは年末の予算でどういう形にするのか、そしてその水準をどう決めていくのか、そうしたことを決めていきたいというふうに思っています。はい、どうぞ。通信をします。一部報道で3回目接種について1回目と2回目の例の男性ワクチン対抗活用をして前の週に目指す方針であると報じられました。実関係や検討状況をお聞かせください。前倒しにつきましては、一部我々としては
10年落を発出した時から申し上げていることであるんですけれども、まあ、今後の感染状況の変化や自治体の準備の状況だとか、ワクチンの供給力、またオミクロンの株の特性等も踏まえた上で、必要があれば8ヶ月を待たずして接種を行う範囲について、さらに検討を行うというふうに申し上げている通りで、今もそういう考え方であります。何かあればどうぞ。いいですか。はい、はい、じゃあよろしいです。ああ、ごめんなさい。はい、どうぞ。インターネットコロナメディアでお時間を申し上げます。はい、新型コロナウイルスの水際対策について2点質問いたします。はい、厚生労働省のホームページを見ると、入国者に対しては、コロナの検査を行う旨が記載されていますが、PCR 検査なのか抗原検査なのか、何の検査なのかについての記載がありません。空港検疫で行える検査は、何検査なのでしょうか。これが1点で、続けても2点目も質問いたします。出入国に関してですけども、政府は法人などの再入国者に対しては入国を認める方針を取っていますが、外国人の新入国に対しては入国を認めていません。 WHO もこの対策を、この日本の対策を、ウイルスは国籍や滞在許可証を見るわけではないとして、自国民がいながら判断するような対応は矛盾している。疫学的に原則が理解困難だ、公衆衛生上の観点からも論理的とは言えないなどと批判しています。高揚であろうと使用であろうともやむにやまれぬ事情がある方もいると思います。一律に徹底した PCR 検査を行い、感染の疑いがある方は早期に捕捉すれば、済む話ではないでしょうか。以上でよろしくお願いします。まず検疫においては、すべての入国者に対しまして、原則として、唾液を用いた抗原定量検査を実施いたしております。抗原定量検査については、陽性か陰性かの判定を確定させることが難しい場合がありまして、その場合には追加で PCR 検査等の結果を踏まえて判定する取り扱いとされております。また現在オミクロン株の世界的な発生を踏まえて、諸外国でも水際対策が強化されている中で、我が国においても11月30日以降は外国人の新規入国について全世界を対象に停止するなど、水際対策を強化しております。今般の措置は我が国として最悪の事態を避けるための緊急避難的な観点から、オミクロン株についての情報がある程度明らかになるまでの予防的措置であって、各国に対しても国民に対しても引き続き理解を求めてまいりたいというふうに思っております。もう一点、今の大臣の答弁の中で、PCR ではなく、抗原検査が、使われて、それを補足する形で PCR 検査ということでしたけれども、抗原検査は PCR 検査に精度の面で劣ると言われていますけれども、この場合、なぜ、抗原検査の方が PCR 検査より優先されているのでしょうか。よろしくお願いします。唾液を用いた抗原定量検査ですね、抗原検査キットのような定性検査じゃなくて抗原定量検査については、PCR 検査と高い一致率を示すという調査研究もあります。また PCR 検査よりも処理能力も高いということで、抗原定量検査を使わせていただいているということであります。でしょうか。はい、どうも。